ボールが芯に当たらない、アイアンですね。クラブと同調する方法としましては、トップからダウンスイングにかけて、まず、ここでお腹に刺さるように、自分のお腹にはまる、これが重要になります。その後に体の回転、このようなイメージで腕を振り込まないということがポイントですね。ここから体の、このようにグリップエンドが見えるというのも大事なんですけれども、逆にグリップエンドを見えないでお腹に刺して、そのままお腹とともに打つと、これが腕を振りすぎる方、このようにこうクラブと体がこうズレが強い人ですね。このように同調して体の回転と、このようなスイングになります。まあ、こう体から外れてしまう方っていうのは、まあ、力の強い方ね、体の体力がある方が多いんですが、やはりボールが曲がってしまうんですね。ですからこのお腹とクラブがこう同調シンクロするようなスイング、これが、ポイントになってくるんですね。ですからまずはダウンスイングでこういうふうに腕を振り込むような動作ではなくて、クラブが体のと同調するような、このようなライン出しのようなスイングですね。これを練習を繰り返しやっていくと。イメージはこの体の中にクラブが常にあるイメージ、こういうふうにあまり、柔らかく使わない、これがヘッドスピードが、まあ、あまり出るわけではないんですけれどもですね、同調する、まあ、グリーンに乗せるとかですね、芯に当てるためのこのお腹の中で処理する、このような同調のスイングを、練習してみてください。